今日の事件は、プチエンジェル事件。ネット上で都市伝説のように話題になるプチエンジェル事件についての真相は、プチエンジェル事件とは、2003年7月に東京都赤坂のウィークリーマンションの一室で起きた、小学6年生の少女4人が誘拐監禁された事件のことです。なお、プチエンジェルとは、犯人が経営していた児童買春の名称もしくは、会社名です。犯人は、吉里幸太郎29歳で、なんと犯人自身も過去に売春で逮捕歴があり、執行猶予中に事件を起こしました。犯人、吉里幸太郎は少なくとも女子高生14人をスカウトし雇い、渋谷や原宿を中心に料金料とプチエンジェルの会社名。自分の携帯番号が書かれたアルバイト募集チラシを配布させ、スカウトした女の子たちを、男性客に斡旋していました。そして、児童買春プチエンジェル事件へと繋がっていくのです。この小学生買春に関しては今は江戸川区、葛飾区、多摩、相模、埼玉、横浜、千葉方面などの不良を挟んだ政財界との直通ルートですね。少女たちが派遣されていたのは一般社会からは隔離された南青山、麻布、六本木、赤坂のタワマンや大豪邸です。プチエンジェル事件の主犯とされる吉里はニューヨークから帰国後に、東池袋で住吉会の共同経営者の Y さんと一緒に未成年少女売春クラブのプチエンジェルを始めます。吉里が住んでいて少女との1000本以上のビデオが出てきた。久喜市のマンションも住吉会が提供していたそうです。Y さんはプチエンジェル事件に関して警察の取り調べを一度受けただけでした。プチエンジェルで自殺した吉里とプチエンジェルを共同経営していた Y さんは、住吉会の副会長で現在は六本木の某キャバクラのオーナーをしています。このキャバクラは住吉会の直営ですね。つまり未成年売春クラブプチエンジェルの経営は住吉会で、そのバックはアメリカの CIA でした。だから2000人の政治家や裁判官、弁護士など乗っていた名簿も見消せたわけですね。住吉会と警察とアメリカ CIA との間ですでに話がついていたということです。吉里自身が CIA のエージェントだったと思います。吉里がニューヨーク留学時代に CIA との接触があったのだと思います。吉里の久喜のマンションには CIA 参加の某大手芸能プロダクション関係者が頻繁に出入りしていたという目撃情報もありました。2000人の政財界の大物の顧客を取った目的はやはり親中勢力潰しのための切り札だと思います。ただ想定外のことが起きて事件が露見してしまったがために、口封じで住吉会に自殺と見せかけて殺されたというのが真相だと思います。少女たちが監禁されていて吉里が自殺した赤坂のマンションインターナショナルプラザ赤坂1の所有者が、小沢一郎さんの資金管理団体陸山会だという話もありますが、これも小沢さんや陸山会が関与していたというよりも、CIA が吉里と住吉会を使って形成会の小沢さんを潰そうとしたというのが正しいと思います。小沢さんは田中派、竹下派の流れで親中派ですからアメリカの CIA からしたら目障りです。小沢一郎さんと陸山会が CIA の暴虐にはめられたと米国のカート・キャンベル国務次官補が認めています。そしてその未成年少女売春クラブのプチエンジェルをその後一時的に受け継いでいたのが、住吉会の公平一家の加藤ドバイトザマ事件の白石ですね。フリーの記者だった染谷悟さん。染谷悟さんの記事の内容は東京のアンダーグラウンド、裏側を取材するものが多く、危険な場所にも足を踏み入れていたようです。プチエンジェル事件を調べていたフリーライターの染谷悟さんは、CIA 参加の北朝鮮工作員の木原武志こと桜井敬三に東京湾に沈められて殺されています。日本の闇が隠された恐ろしい事件のようですね。ご視聴ありがとうございました。